おはようございます、はい、今回は西濃地方にあります揖斐川町にやってまいりました。先週に引き続きですね、伊吹北尾根をですね、歩いていこうかなというふうに思うんですけれども、今回はですね、逆のですね、こっちに書いてますが国見峠、そこからのね、ルートで、御座峰に、まで歩いていこうかなというふうに思っております。今回もですね、大和渓谷社さんからの、岐阜の山からですね、一部内容を抜粋してご紹介していきたいと思います。伊吹山から北方の国見峠へ伸びる尾根は伊吹北尾根と呼ばれ、かつては積雪機のみのスキーなどを使って縦走ができる藪尾根だった。この尾根が一般の登山者でも歩けるようになったのは昭和35年から3年かけて、地元の大垣山岳協会が登山道整備を行ってからである。お花畑で知られる伊吹山と同様に、国見峠手前まで石灰岩の地質が続くため、5月には非常に多くの花を見ることができる。はい、ということで歩いていきたいと思います。いざ。ということで今回もヤマップをね起動していきたいと思うんですけれども、こちらからねやってまいりましたけれども、こちらからですねずっと、行きますと、道がそのまま続いてまして、国見峠はですね、滋賀県との県境にありますので、こっちに行くとね滋賀県の方にね、突入する形になります。ですので、県道32号線から来てますけれども、県道32号線は、ここで、終了ということになりますね。で、登山口ですけれども、あ、こっちもねなんかねあるみたいですけどね、なんか山がね、まあわかんないですけども、ここですね、登山口はここということになります。まずは国見岳の方に向かってね歩いていく、形に、なるんですけれども、まあこんなね霧かかっておりますが、現在22度23度、ちょっと生ぬるい暖かい風が来てますので、だんだんね霧も晴れてくると呼んでおります。で、ここに書いてますように、実はこの国見峠とあとねその国見岳スキー場近くのね登山口がありまして、そちらはねここに書いてるんですけど、急登です。徒歩約30分って書いてますね。で、今いる国見峠から緩やか徒歩30分って書いてますね。で、まあ、国見岳と書いてますけれども、その、もう一つのね登山口から行くところの、方にですね、なたが岩屋というのがねあるみたいですので、合流地点からねちょっと、まあ、戻るような感じになりますけど、そのなたが岩屋をね、見学ね見させてもらってから、ね、こんな感じの絵になってるんですかね、国見岳の方に向かって、歩いていこうかなというふうに思います。よいしょ。国見岳ね、国見岳までは1時間ぐらいあるのかな忘れましたが、ただここは結構整備されたのかな、だいぶこう草木がね刈られた感じがありますが、にわか雨が降ってますが、まあこれもね織り込み済みでございます。晴れますなんか占い師みたいですけどね。まあそうですね、今回伊吹北尾根のここがある意味終着点というか、まあ開始地点というか、そこを歩いてるわけですけれども、お、ここに石碑がありましたよ。あ、書いてますね。これはすごいタイミングだな。北尾根に残る踏み跡は永遠に消えない。ああいいですね、いい言葉ですね。ね、ありがとうございます。あ、雨降ってきた尾根というのは基本的にはですね、山と山の、まあ、いわゆる稜線に向かう盛り上がったところ、そこを尾根というふうにね、
乗るわけなんですけれども、どうも稜線とね、ちょっと混同しやすいところがありまして、山と山の、いわゆる、まあ、登山口、下山口の、間ですね。山と山の間の登山口、下山口の間みたいなところが、ある意味峠というふうに言われることが多くて、この前行った夜叉ヶ池ですね。三国岳と三州ヶ岳の間のところにある夜叉ヶ池。あそこはですね、そこまで下がってないしですし、幅も狭いので、あそこはコルト。いうような、名前がね、付けられておりますけれども、まあ、コルト峠があります。で、その山と山の、まあ、最高地点、高い地点を全部結んだところ、そこを稜線といって、その稜線に向かって歩いていくところを尾根と、まあ、盛り上がっているところを尾根。で、凹んでたら、まあ、山と谷の谷というふうにね、まあ、まあ、そういうふうな名前が呼ばれている、僕は理解をしてるんですけれどもね、あれ、ここで、ここのさっきのあの駐車場の道と、これは、これいずれ通行止めでどっかなくなっちゃうんだよね。なんか一緒になっちゃうかな。これは道です。ってな感じでですね。一緒になっちゃう雰囲気ですね。うん、じゃああっちからも晴れはよかったかな。連日ね、ちょっと雨が降りまして、三重県のね、北部地域ではね、すごい記録的な大雨になってね、一人の方が亡くなられたというね、まあ台風の影響だったみたいなんですよ、原因は。まあそういう、まあ大雨でこちらもね、結構雷とか雨で結構ね、降りましたけれども、今日はね、晴れるというふうにね、聞いてますので、いつも木曜日登山なんですが、ちょっと金曜日に変えさせていただきました。金曜日に登るのは初めてなのかな。そんな感じがします。あれ、あっという間にゴール点ですかね。ほうほう、よいしょ。あ、そうなんだ、合流点なんですね。今ここのね、ここに現在地合流点ですね。このこちらの国見峠からね、登ってきた感じですが、近くのね、国見岳スキー場近くの登山口と、まあ、合流する形になりました。このナタガイヤのところをね、一回ちょっと見てみたいなと思いますので、右に行くとね、国見岳方向ですが、あ、ちゃんと書いてますね。約10分で、ね、ナタガイヤの方に行けるって書いてますね。ですので、こちらにね、行ってみたいと思います。ちょっと道があれですが、はい。ありそうな雰囲気のない道を歩いてるんですけど、どこだろうね。あ、もしやこれかな。こっちから回ってみようかな。もしやこの岩屋でしょうか。え？単なる岩か、これは。単なる岩ですね。ここじゃないってことか。ここから下はずーっと下りなんですよね。でもなんかありそうな雰囲気も見えないので、ちょっとね、もう一個怪しそうなところが一箇所あったので、そちらの方に一回ちょっと戻ってみましょうかね。よいしょ。ちょっとね、怪しいなと思ったのはね、今さっきはですね、合流地点から、ここですね、ここの細い道を歩いてきたんですけれども、ここまっすぐ行くと、なんか道あるんですよね。ちょっとなんかこっち怪しいなと思ったので、ちょっとこっちにね、あるかどうか、登ってみたいと思います。おう。なかったね。合流しちゃいましたね。こっちがね、国見峠からのルートでしたけれどもね、ここね。合流しちゃいました。なかったですね。ということは、そこからもうちょっと降りなあかんかったのかもしれないですけれども、ちょっとしょうがないですね。そこからずっともっと降りると、ちょっと、
時間的にもロスしがちになるので、皆さんはね、あそこから降りていったらいいんじゃないかなと思いますが、まあちょっとね、お会いできなかったのが非常に残念ですが、まあね、あの、看板に書かれてる絵をね、あの、イメージしながら、ああなんだろうなというふうに思って歩きましょう。はい、ちょっと残念ですけどね。よいしょ。見えてきましたね。よいしょ。国見岳ですね。よいしょ。おお、滑った。よいしょ。1126メートルですね。やったー。やってやったー。三角点は、ちょっとなさそうですね。ちょっと景色が、霧がかってますけども、まあ、帰りもここねピストンで帰ってくるのでその時にはどうかなっていう感じですね。はい、ということでねこの後ねこのハゲ山というところをね行きたいと思います。そんなにね高低差はないはずなので、はい、まあ、そのままね行きたいと思います。あ、ハゲ山ですね。きっと。大ハゲ山。はい。1083メートルですね。はい、やったー。やったやったー。
はい、ということで、引き続きそのまままっすぐね、行って、ござみねの方にね、行きたいと思います。あとね、30分で着くということで、あんまりこれもね、高低差がないので、まあ、ちょっと大きい下りありますが、高低差ないということですのでね、どんどん進んでいきましょう。来ましたね。あ、着いた着いた。また来ました。はい、ということで 1069.6m。やったーやったやったー。はい、時刻がね、今10時42分ということになってますね。まあ、ちょっと先週の、ね、動画はまだ、ね、編集してないんですけど、ようようこの名盤を読んでみると、3年にわたって大垣山岳協会が、まあ、登山道を整備したんですけども、その後はね、あの毎年春日村のね、まあ、春日の人たちが整備手入れをされたということが書かれていて、まあ、その感謝の B を表するための名盤を次第ですって書いてますね。ああ、ですから、大垣山岳協会というよりかは、春日村のね、春日ですね、が結構、配慮、手入れ、巨団土の整備にね、全力を尽くしたようですが、こちら側ですね、前回、先週通りました、ピーク983と、静場ヶ原ですね、の方面になります。これはね、前回、通った登山道になりますので、ちょっとこのままね、ちょっと本当休憩する予定なんですけれども、実はね、午後の3時、15時からね、ちょっと風が強くなって天気がちょっと悪くなるんではないかという予想が出てますので、そのままね、ちょっと、大萩山のあたりで少しまた休憩してですね、そのまま降りていきたい、ピストンで降りていこうかなというふうに思います。ね、途中結構ね、いい景色でチャンスはあったんですが、ここですね、なんか今一周思って、ここはきっとね、獣道だと思いますのでね、気をつけていただきたいと思います。こちらにね、戻りたいと思います。はい、ということで、ね、2周にわたり来ましたけれども、なんか赤いテープあったっけな。はい、まあこれはいいとしてですね、帰りたいと思います。またねー。はい、またちょっとね、晴れて春日の方面がね、見えるようになりましたね。あっちはきっと国見岳の方なのかな、国見岳スキー場の方なのかな。うん、ですので、ここからね、こう降りていく形になるんじゃないかなと思う。あそこが国見岳だと思いますのでね、あ、ここね、
これね。はい。だと思いますのでね、戻りたいと思いますが。ちょっとこっち側のね、滋賀県側、こちらも晴れてきましたね。あの真ん中にあるのが、伊吹山なのかな？あ、そうか、あの雲に隠れてるのが伊吹山か。なんかそんな感じもしなくてはないですね。尾根もね、ちょっと見えてきましたね。伊吹北尾根もね、一瞬。ね。あちらが奥に見えるのは滋賀県側の街並みで。ね。よいしょ。ちょっとね、あ、ちょっとこの木がちょっと邪魔ですけれども、尾根筋がね、見えてきました。あ？尾根筋が見えてきましたって言ったけど、こっちか、方向は。そっか、こっちか。だからあれは違うやつですね。こっちですね。こっちが、ゴザミネで、あ、奥ですね。うん、そうですね。ということでね、またね、こっち側ですね、書いていきたいと思います。はい、ということでね、帰ってまいりました。伊吹山がね、だいぶはっきりね、見えるようになりましたけれども、こんなにね、はっきり見えるとは思わなかったんですけれども、今回ね、伊吹山方面があって、伊吹山ドライブウェイがあって、まあ、画面的にはちょっと分かりにくいかもしれないですが、奥から手前に向かってね、伊吹山につながる伊吹北尾根がね、はっきり、見えておりますけれども、国見峠からね、登ってきました。まあ、急登区間はね、そこまでね、長い急登区間ではなかったので、そこまで疲れることはなかったんですが、まあ、今回ね、ちょっと天候の関係もありまして、地面がね、湿ってましたので、靴がね、ちょっと泥がついて、ちょっと滑りやすかったので、ちょっとその部分ね、気にかけないといけないなというふうに思いましたけれども、稜線に入りますとですね、非常にね、景色のいい、稜線歩きができてですね、これも先週もそうだったんですけれども、景色もね、霧が晴れて、下山時はもうはっきりね、見えるようになったので、良かったんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ行ってみてはいかがかなというふうに思います。まあ、5月になるとね、花盛りになるということですので、高山植物取られる方はね、5月ぐらいを目安に行ってみてはいかがかなというふうに思います。県道32号線からですね、今回ちょっと行けなかったですが、灘ヶ岩屋があるですね、急登コースですね、急登コースの登山口がまず、入ってきますが、まあ、そこには水場もあるんですが、駐車スペースがそこまでないということです。でそこからまあ1キロちょこちょこちょこというふうに、山道を走っていくと、この国見峠の、まあ、緩やか登山ルートですねに入るということになっておりますので、ぜひね一度、どちらかの登山口からね行ってみてはいかがかなというふうに思います。まあ、いわく北尾根をね縦走するっていうのもありなんですが、まあ、そういう時はちょっとソロではねちょっと厳しいんじゃないかなというふうにね、車2台必要じゃないかなというふうに思いますのでね、まあ、縦走される具合はね、グループ登山で行かれるのがいいかなと思いますけどね、はい、まあ、一度ね行ってみてください。で、まあ、今回ね揖斐川町シリーズ、1ヶ月と、まあ、2週ぐらいですかねかけてお送りしましたが、まあね、山に登ってきたわけなんですけれども、低山といえどね、まあ、1000メートル前後のね山々
でしたので、まあ、非常にね満足できる、まあ、低山でも満足できる標高の高さだったんじゃないかなと思います。まあ、景色もね非常に良くてですね、まあ、360度の展望がね見られるところが結構ありますので良かったんじゃないかなと思います。まあ、他にもですね岐阜百山百山と呼ばれるですね山々揖斐川町にも結構多数存在しますし、他にもね1000メートル前後の低山たくさんありますので、また機会を狙ってねまた、ご紹介できたらいいかなというふうに思います。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。それでは。